紅の獣道7歩目でございます。はい、今日の相手こちらからどうぞ。おそのテンションでやらへん初登場藤島のぞみです。じゃあそのテンションではやばいやばいやばい喋らんかったやばいやばいやばい何じゃこれもなんじゃこれこれかあの竹村さんが前に言ってた地獄のオープニングやったやつ。いやマジで大丈夫、俺獣から始めるっていうやつやね。そういうことやった、エグかった。いや獣じゃなかったじゃないですか、狼的今回はちょっと違うテーマで。丸山さん、日置くん、山本さん、はい、島さんです。初めて洗礼を受けてしまった。そうです。紅は初登場が、はいはい、あ、そうなんですよ。俺はあの声だけ出演が、そうです、あそうなんです。紅の素人やな。そうなんですよ、紅の素人。じゃあ私が喋ってるわ、またかっこいい名前を。うん、そうなんですよ、はい、本日はい、公開稽古でした。ありがとうございました。ありがとうございました。お平日なのに、ちょっとイエーの意味は分からんけど、ありがとうございました。ありがとうございました。今日はね、もうバリバリ縦シーンつけてたんで、はい、はい、まあ、昨日もう完全にえらい難しいという話をしたんですが、えらい難しいの延長線上で、えらい難しい、えらい難しいね。難しそうですね、あれは。聞いてましたね。まあなんかそら言ってしまえば一個一個はそんなにめちゃくちゃ難しいとかじゃないの、うん、すごいアクロバットしてるとかじゃないから、うん、こう全体の難易度が高い。そうですね、そうですね、ここ一人ミスったらやばいっていう、そう、そういうやつ。めっちゃ絶対にここにこのタイミングで来てもらわないとダメみたいな感じの難易度でもめちゃくちゃ面白いと思います私、うん、なんかそのどこまでこれ言っていいかな、うん、その再演版を私は今日のやつを見て、今日のやつ、昨日から作ってるやつを見て、先に再演版を見てほしいなって思ってます。おいおい、新作の方から先に上演するのに。いやそっか、いや、それはそうなんですけど、その場合は初日がだから新作、旧作、新作やから、はいはいはい、3本とも見ればいい。あ、それでいいわ。あ、それでも、それでいいわ。いきなり3本見ればいい。まあどっちから見てもらってもまあおおってなる瞬間あると思うんですよ。でもなんか欲を言えば再演見てから新作見たらなんか、はいはい、ってなるやつがあるんですよ、うん、って思う。あ、ちなみにね、あのそれそうなの、縦が共通ということは言ってます。はいはいはい、はい、うん、ので大丈夫なんですが、それがどういう共通なんかっていうところですね。そう両方見たからこそ分かると思う、うん、あ、こここうなんねや、うん、ジェオはあると思う。どこまで言っていいんやろな、これな。 ね、やばい、どこまで言っていいんだ、ね、編集したくないで。それそうなるの、シンプルに攻めてるやつと、うん、こう複雑に攻めてるやつとが同じ手という。そうです、そうです、そうです。で、まあシンプルにはシンプルの難しさがあるじゃない、もちろん。そうです、その剥き出しやからね、はいはい、技術問われますもん、ね、うん、でもう複雑な方はもう複雑やから当然難しい。まあ、何が複雑かはちょっと言えないんですけど、複雑なやつはさらに複雑になったような気がするんですけど。そうなんですよ、そうなんですよ、そうなんですよ。私なんかその竹村さんがね、前、うん、そのともちゃんのターンが全部共通して一番難しいと思って結構なんか言ってはったじゃないですか。言ってた、私こっちの方が難しいじゃないかと思って。でもどうやろうな、その一概にこっちの方が今難しいような気もするけど、うん、ハマったら絶対これはハマるやつやと思う。そうなのかな、うん、ちなみに両方やってる日置くんどう？あのね、これはねマジチームワークです。マジで団体芸なんで。でもそう、丸山さんが言った通り、うん、団体芸なんでね、チームワークなんで、それをバスッと決まればそんな難しくないんですよ、うん、その、うん、何かが起こるとかがないと思うから、一回ハマってしまえば、なんか物がなんかちょっと、どっちかっていうと自分の意思にそぐわない動きをする可能性のある、うん、あっちのともちゃんターンの方が、まあそのリアルタイム難易度としては高いかなと思う。なるほどね、その場で対処しなあかんやつ、うん、そうですもんね。あれ個人技術必要ですからね、うん、いや面白いですよ、めっちゃ面白い、なんか楽しい見てて楽しい、ワクワク。意外とこっちやってる側もタイミングよくいけたらね、あ、まあ、パチッと今決まったって分かるんで、うんうん、私は今稽古場で何が面白いかというと、うん、面白いというかなんかね、赤星さんがね、うん、あ、もう昨日発表したじゃないですか、アクションモブで出ます、ね、出ますよ。で私が赤星さんの代役をちょっとやらせてもらったりとかしてるんですけど、うん、
やるたびに赤星さんがここでこれをするみたいな気持ちになるんですよ。結構出てるからだもん。めっちゃもうほんますごいですよ。赤星さんがここでこんなないがしろにされるなんて見たことねえみたいなとか。これでも赤星さんこんなに出るっていやそうなんですよね。最初からどうなんですかね。どのレベルの、ね、だから最初赤星さんとヨッシーさんもアクションモブしてくれるっていう話になって、はいはいはい、まあでもテータリアのとこだけいいとこで入ってもらおうかみたいな多分気持ちだったと思うね、うん、もう普通に使ってるからさ今普通に出てきません、ね、結構足らんくなるんですよね足りへんね人がいや もういないです、ね、結構足らんおかしいよなだってこっちの方が人数多いはずやのにねほんまややっぱり、ね、いやでもやっぱりそれはその複雑になってる原因の一つやな、ね、やることがねちょっとちゃうんでね体調いっぱいおるなと思う、ね、そんな感じの稽古でございます。そんな感じの稽古でした、はい、これね質問にもちょっと続いちゃうんですよ。昨日ちょっと竹村さんから質問をいただきまして、はい、公開稽古を終えてどうでしたかっていうあれなんですよ。もう今のは混ざったと思った。出たな出たな全部出たな。だからまずここの時間まで進めてもらってその時間をアテンドしておいてもらってちょっと巻き戻して見てもらうそれがいいかな今日の質問はこれです。もう最初に答え言ってますって感じ。ありがとうございました。ね本当に来てくださって。なんかいつもの公開稽古は割とできてるところの復習タイムみたいなのが多かったから、ね、確かにそうかも。だからなんか一から作ってる場面ってなかなかないような感じがして、うんうんうん、ね。ちょっと僕思ったんですけど、うん、僕って公開稽古の稽古してる側にいるの初めてじゃないですか。知らん。そんなことないですか。知らんはやばい。知らねえ。知らないですか。なんでお前の公開稽古出たかおらんかったかチェックしとかなんか初めてなんですよね。知らんよそんな。翼くん入ってからの公開稽古ってあれやんなタブーだけやもんね。多分タブーといましたっけ僕。いや知らんわ覚えてないよ。タブーはほとんど来てなかったイメージ。お前稽古してて分かるやろ。そんな暇ねえんだよお前が公開稽古におるかおらんかを考える脳みそはねえんだよ。多分おらんじゃん。ボロコス言われるやん。しかも多分やってないじゃないですか。多分出てないんで出る側やだ。出てる側って多分初めてやったんで滋賀におったようなイメージ。それ言われへん。多分滋賀にいますもん。プライベート滋賀おったな。うん、せやな。質問も終わっちゃったな。はい、うん、そんな感じでございます。はい、じゃあ今からみんながいつも詰まるところ次の方への質問を誰か。忘れてたそう、みんな忘れてるね。答えの必死やねんな。何がいいかな。ほら明日は何があるの。明日は何があるの。普通にお稽古2月22日ですよ。明日は2月22日。にゃんにゃんにゃん猫の日。にゃんにゃんにゃん猫の日。猫の日。そうなの。ほんまですか。ほんまで。あ、そうなんですか。じゃあなんかFM 大阪でニャニャニャの日の前やから猫ソング特集してたの。猫ソングって何。猫ソング特集してた。猫ソングって何。猫にまつわること聞いてもしゃあないしな。そうですね。猫飼ってる人おんのかな。猫6つ。僕マンチカン好きです。マンチカン。その話膨らめ出しちゃやばいから、ね、やめとこパッと考えよう。じゃ あの本番終わったら、うん、もうなんかよくあるやつで行こう。あ、本番終わったら、ね、はい、あの何するみたいな。あ、遊びに行ったりするみたいな。今日本番終わったら何する何するはタブーかな。タブーで出たかな。オーケーオーケー。じゃあ大丈夫です。質問アーカイブ作っとこうよ。もうなんか質問リストみたいな。楽すな楽すな。いや楽させてくれよ。楽させてくれよ。後ろでやや言うてはるのはあのちょろっと話題にも出た川原武さんですね。なんかこう獣道に関係あるような何か。獣道。熊の子を行ったことありますか。やば。何の質問。熊の獣道出してくれ。新しい熊の子を見つけ。はいか。ノー形式をやめる。それ二択で終わる。熊の子を行ったことある人の方が少ない。もう行ったことある人で固めるわ。なんかないかな。質問かぶりまくるやん。もうこのぐらいの時期になってきたら。あ、ね、確かにね。うん、もうなんか全然関係ないことを考えよう。絶対関係ない。絶対関係ないことですよ。じゃあ、水気気化木土天解明でどれが一番好き。うるせえうるせえうるせえ。誰が興味ある。すごいっすね。そんな出てくるんすか。なんかすげえな。何出そうかな。なんやねん。これはみんな知らんやろっていうおすすめの漫画。あ、漫画。みんな知らんやろ、まあ、みんな全員知らんわけじゃなくてもいいけど、うん、そんなワンピースとか言われてもさ、うん、知ってる知ってるってなるやろか、うん、これは皆さん知らないんじゃないですか。読んだことないんじゃないですか。ちょっとマイナーですよという。これはなんか逆にじゃあ俺映画やってみますね。逆にみんなが知らないやろうなっていう映画ジャングルジョージ。
知らねえ誰の同意も得てないのに進めない聞いてない。知らない。知らねえ。僕ら却下したくせに。ジャングルジョージ今日のタイトルがジャングルジョージに決まりました。嘘やろ。あ、よかったぜ。タイトルいつも考えるからもういいな。それで一緒でしょ。映画でもいいよ。映画でもいい。おすすめの、おすすめの漫画とか娯楽。娯楽これはもう広がっていくな質問が。映画とか散らかってる、散らかってる、ね、あの知らねえだろっていうやつ。知らねえだろっていう。トイストーリー4見たいね。見たいっす。なんや急にない。見たいけど。トイストーリー見たことないからな。え、嘘だろ。知らないんですか。マジかよ。じゃあやめましょう。もうこの話したらまた。ちょっと待って、ちょっと待って、まとめてまとめて。何次の質問、何次の質問は、あのおすすめおすすめない漫画、あのこれは知らんやろっていう、これは知らんやろと、すごくマイナーなやつ。映画でもいいです。映画でも漫画でもですね、両方さっと言っていただけると感じだね。そういうの詳しい人誰かな、ちょっと分かんない。はい、オッケー。俺はジャングル上司。うるせえよ。分かった分かった。気になるな。それじゃあ全然知らんわ。今日の紅の獣道はこの辺かな。はい、この辺かな。また明日も稽古ありますんで。で、あ、頑張りましょう。はい、あ、千秋楽がね、もうマジで売り切れそうです。もうマジで、あと12、3枚。マジで売り切れるな。ほんまに、あと残りわずかですので、ぜひ日曜日しか行けないよという方は駆け込んでいただけると大変嬉しいです。よろしくお願いします。はい、あさって二つどもえの上映会もございます。そうだ、見に来てくださいね。二つどもえでね、二つどもえの上映会で、あの少女の PV 初出しします。そうです、初出し。何ですか、俺おらへんけど。何ですか。おらんねえ、山田山さん。やった。そうなんです。川原さんが作ってくださった PV、まだ上映会もご予約していただけるので、はい、お待ちしております。今シネマ第1、同じくワードレスの今何分、今11分半。早く帰らない、早く帰らない、やばい。はい、記者が待ってます。今日はこの辺で、でお疲れ様でした。はい、バイ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 。